とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイフラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここをやっていきましょう。これ、孤立した城のデイリー3ですね。報酬が、アーティファクトとなってます。でもね、一回やられれば、ゲームオーバー。結構難しいですね。で、ここは、これ。苦痛の矢筒が出るんだよね。苦痛が、まだ254しか持ってないかな。なので、255、もしくは256を狙っていきましょう。それでは行きましょう。とにかくやられちゃダメなので、安全に行きますね。まあ、一番安全だと思われる、ウィザーアーマー。これだね。で、一応採掘者とエメラルドが増えるっていうやつがついてるので、デスバーターだね。あれが結構重要になるかな。ほんとね、このね、不意にやられちゃったりしてもダメなんで、気をつけていかないといけない。あ、ちょっと待って！危ねえ！危な！火力大丈夫これ？火力が若干ないか？危ねえ！ちょっと待って、回復しない？いや、そんなことないよね。ウィザーアーマーは何でも回復するからね。回復するでしょう。いや、エンチャの敵多いなあ。回復は一応してるわ。してるしてる。うん、うん。いやー、でもこれぐらい安全にいかないとちょっと厳しいよね。いや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 。うわ、やば。どうする？キャプテン、倒すか？もともとそんなにキャプテンはいる場所ではないので、倒しながら行きましょう。こっちはいないな。基本的には、2、3体いればいいぐらいかな、ここは。うん、なので、そんなに期待はできないけども。オッケー。これぐらい敵がね、多いところだったら、問題なく強い。でも敵が少なくなった時が結構弱くなるんだよね。あ、いいよいいよ。激怒激怒、この激怒が危ない。ピンクスコントレールで強いのよ。で、脅威1ですね。 OK、まあ、とりあえずこれで進んでいきましょう。なんとか抜けてきてますけども、やっぱり厳しいね。冬の指先の方が火力出るかな。ちょっとこれね、エンチャントが、完璧ではないんだよね。完璧ではないので、これを使うのであれば、冬の方が強いのかな。これね、無限と、マルチショットと、クールダウンショット、バーストボーストリングなんだよね。無限のところが連鎖反応になるとまた違うと思うんだけども、若干火力がない気がするんだよね。これなら冬の指先の方が、いやー、どうだろうね。でもこの激怒が結構いい味出してるとは思うのよ。いい感じにね、敵が増殖してくれて、だいぶダメージは与えてると思うんだけども、どうなんだろう。まあ、あー、危ない危ない。まあ、これで行くかね。今日はこれで行きましょう。でもやっぱエンチャントが危ない。完璧ではない。これは冬の指先には劣る気がするな。じゃあ、あぶねえ、あぶねえ、えらい減るな。あぶねえ、ほんとに。ほんとに危ない。いや、ちょっともう逃げよう、逃げよう。危ないやつはちょっと、相手にしない方がいいわ。イリュージョンはやっぱちょっと厳しいね。あっ、なんか旗が出てきた。取れってことだ。よし、まあまあ取りましょう。ちょっと待って、倒させて。オッケー。
なんだ、変なの出んなよ。まあ、プレイヤーダメージが 20% 減少。厳しくはあるけども、大丈夫。オッケー。ここの報酬絶対欲しいからね。ここの報酬は絶対欲しいから、この辺でプレイ。まあ、デスバーターはね、発動してる。デスバーは発動してるので、一回やられてもまあ大丈夫だけど、大丈夫だけども、やられないようにしていきたい。オッケー。敵がほんとね、固まってさえいれば、大丈夫なのよね。で、激怒がほんとに、激怒が、でも高難易度に刺さるなぁ。うん。勝手に攻撃してね、報酬してくれるので、これは、いいんだけども、やっぱり一回やられたら終わりっていうのは緊張感がある。よし、 OK、 そのまま行こう。あっちからなんか来てる、嫌なやつが来てるわ。よし、あとここ抜ければ。あー、もったいない、やばっ。あっ、ぶつ、いや今のは、うん、ポーションバリア使わんと、もうあ仕方なかったよ。リーパーが超来てたもんね。よし、オッケー。でもこの1対1になった時の弱さよね。うん、敵が多い時はもうガシガシ削れるんだけど、1対1になった途端結構厳しくなるので、そこをしっかりとね、このツタのムチでカバーしていかなきゃいけません。よし、オッケー、いける、いいぞ。できるだけダイナモを貯めていこう。できるだけダイナモを貯めていっちゃいましょう。ワンパンは無理かな。いや、いける？いや、ドラ使ってないからワンパンは多分無理だと思う。でも、一応、20までは溜まりそうだね。よし、OK。いくぞ！ポーションもあるということは、いけるか。じゃあ、あー無理か、残ったー。まあまあこれぐらいだったら大丈夫でしょう。うん、やぶねー、倒したでしょ。オッケー、いけました。では報酬見てみましょうか。頼むよ、苦痛の矢筒。頼むよ、苦痛。うーっそー。でしかも254だし、厳しいなー。254か。守護トーテムは俺もう255ぐらいあった気がするな。守護トーテムは、あれ、ない？あ、え？守護トーテム俺、なくなってた。あ、ならまあ、うん、結果的には良かったのか。いや、でも、苦痛欲しかったな。254でしょ？で、もう一個も254。厳しいっすね。はい。守護のトーテムでした。でもなぜか、守護トーテム俺持ってなかった。いつの間にか売ってたりしたんだろうね。なんかこういうバグみたいなのも早く直してほしいところですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。